皆さんこんにちは、ククルバナでアイミュージック略してククラブはいの時間がやってきました。少なかったククルバナからやってきた鈴鹿とさつきと宮地理香と夏美とはい、ヨギですよろしくお願いします。イエーイ、明けおめだね。そうなんですよ、明けおめなんです。じゃあ全員でまず挨拶しますか。そうですね、新年ですからね、はい、せーの、明けましたね。あ、なんか言っちゃったよ、これも早いよなんかなかったね、何もね。せーのと明けましての間がない。そうそうそう、なかったね。じゃあ誰がやっちゃいます、これ。そこもね、誰だよ。なんか今みんな、なんかみんな逃げようしてない。じゃあ緊張して。鈴鹿さんから代表してお願いします。じゃあなんて言えばいいんですか。もう任せますよ。せーので、明けおめでいいですか。明けおめにしましょうか。じゃあいきます。せーの、明けおめ。2016年ですね。はい、早いね、2015年だと思ったのね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあここでククルバナの紹介をしたいと思います。リカさんお願いします。はい、ククルバナとは、はい、宜野湾市大山にある就労移行支援事業所、みんなで就職目指して頑張っているところです。イエーイ、元気。ちょっと怒ってますよ。ちょっと頑張りすぎたのかな。じゃあこのままいきます。この番組はタイトルそのまんま、音楽好きによる音楽好きのための、嫌いな人も音楽大好きになる音楽ラジオチャンネル、その名もククルバナでアイミュージック、略してククラブです。さっきよりちょっと浸透してる。そうですね。じゃあ曲のリクエストなどお待ちしております。宛先はメールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 ファックスは 098-943-0094 098-943-0094。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。そうだね、みんな髪がないんでね。あ、そうそうそうですね、すいませんでした。去年は12月22日、はい、ククルバナフェスタに大勢のお客さんが お越しくださり、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。今年も頑張っていきますので、またよろしくお願いします。なんかすごいな。以上、早速コメントが届いてるんですけど、さっしー鈴鹿、皆さん明けましておめでとう、AKB ファンよろしくって去年からもう本当にね、お世話になっておりますよね。今年はツイキャスコメントを大暴れするんだってよ。イエーイ、待ってます。待ってます。じゃあ曲に行っても大丈夫ですか。はい、行っちゃいましょう。ちょっと怖いけど、じゃあミニクロニカ&シンシー、あ、読めない。アルバムカラーっていうアルバムがあるんですけど、その中から一応パープルという曲を、いや、流したいなと思ってるんですけど、じゃあ行きます。ライラックのパープルです、どうぞ。
お届けしている曲はミリクロニカさんで、カラーっていうアルバムからパープルを流してます。なんかさっきほどですね、うん、リカさんとちょっと話をしてたら、うん、あのライラックっていうなんか花があるらしいんですよ。お花があるんですよ、はい、ライラックっていう薄紫色のね、可愛らしい。これでパープルなんですかね、多分、うん、薄紫だからパープルって。よく考えてますね、うん、すげーと思ったんですけど、うん、じゃあガラリともう変えて年が明けました、はい、っていうことなんですけど、はい、皆様お元気ですか？はい、お元気ですよ。はい、はい、元気です。多分もう今日めっちゃ久しぶりに来たんですよ。多分あ先週お休みでしたからね。そう、3週間ぶりぐらいにちょっと顔見て、うん、なんか久しぶりなあんな感じでめちゃくちゃだったんですけど、うん、緊張してますね。まだ緊張しますか？やっぱり緊張しますよ。2ヶ月ぶりぐらいですか？あ、そうですよね。もっと口開いてシーンってなってたね。ですね、曲もうどうする、シーンってなっちゃったからもう2曲目いっちゃう。お早速です。早速早速一旦どうしますか？いやもうそこはもう、ね、コメント来てますよ。お任せしますよ。あ、まあね、来てますね。三毛猫好き犬さん狩吉エア見習いさんから、こんにちは、はじめましてかな、挨拶回りしながら聞いてます、ありがとうございます。確かにはじめましてですね。はじめましてですね。はい、そうですね。はじめましてです。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃマイク切ってるって来てるんですけど、多分曲が流れてる間は、そっちの方に流れないんですよね。おそらく。うん、多分それでですかね。でも早速も、ね、じゃあ2曲目に行っちゃいますか。はい。2曲目は Wishing Well っていう曲なんですけど、意味はわかりますか？ Wish は願うっていう意味でしょ？はい。Wishing Well っていう。いう曲なんですけど、一応希望の鐘という意味らしいんですよ、うん、ね、はい、で今年をちょっとキラキラな希望な感じにしたいんで、一応リリックスさんで Wishing Well を流します。お願いします。お届けしている曲は大丈夫ですか？はい、お届けしている曲は Wishing Well で、リレックさんでした。イエイイエイ。はい、でまた明けおめなんですけど、はい、今年初めて早速なんですけど、はい、今年はどんな年にしたいですかとかありますか、さつきさん。さつき、はい、一人一人ちゃお。やっぱね、はい、去年も同じなんだけど、はい、健康で元気よく過ごしたらいいかなと思ってます。大事だからね。そうですよね。基本ですよ。そう、入院しちゃってるからね。いろいろあったんだよね。そう、いろいろあったの。今年は笑顔で頑張りたいね。そう、頑張りたい。大丈夫？ちょっと大きい声出してみようか。大きい声出してみようか。はい、あーから。あー、言える言える言える。じゃあ今度はリカさんに、はい、今年はどんな年にしたいですか？あのウィッシングベルマン、願い事っていう、はい、そうなんですよ、ということで、はい、まああの英検準一級合格に向けて勉強を続けたいと。素晴らしい。すごい、やばい、手が届かない。なんかすごいですね、みんなの目標。なんか夏美さんはありますか？
今年の目標的な何ですか。笑わないで聞いてください。あ、大丈夫です。笑わないで、笑わないで、笑わないです。大丈夫ですよ。はい、はい。漢字検定。漢字？漢字検定。漢字検定。小4の。え、でも結構すごいですよね。8級ぐらい。7級。7級。どっちだったっけ？漢字検定って本当難しいんですよね、結構。7級とかでも結構、忘れてること忘れてるんですよね。前受けた時にすごい難しかったんですよ。大事だよ、目標を掲げるのは。そうなんですよ。ありがとうございます。もう一回言ってごらん。はい、お願いします。漢字検定、はい、7級を合格目指してます。イエーイ。ちなみにいつあるんですか、検定っていうのは。来月です。2月。結構早かった。1月、今月よ、研修1級の試験。1月24日。マジですか。頑張ってください。すごい。わお。準備は満タンですか。いや、30年ぶりに受ける。30年。すごいブランクがある。すごいね、30年。でもなんで今年受けようと思ったんですか。なんかあったんですか。自分の英語力を測りたいっていう。すごい、なんか目標が高い。すごい、ありがとうございます。今年はどんな年にしたいですか。自分はどうしようかな。今年いいか。ハッピーで過ごせたらいいかな。決まり。なんだこれ。いいのかこれ。じゃあもうどうします。3曲目いっちゃいますか。早いですね。どうしますか。3曲目何かな、これは。どれです。これは BGM ですね。じゃあ3曲目いっちゃいますか。はい、AQR さんでドラママスクです。どうぞ。あ、これじゃない。エクアルさんでドラママスクでした。ですね、先ほどちょっと話が上がってたんですけど、皆さんは何年ですかという話上がってたんですけど、そう、はい、私はわからない。なんかね、あのね、なんていうけ、年、なんていうのかな、みんながこう26とかになるときに、なんていうんだっけ、これを、なんか25、年生まれたなくて、なんていうんだっけ、早生まれ。早生まれで、年生まれって。みんなと違うんですよ。自分が、ややこしいですね。そうなんですよ。それで何年か忘れちゃうんですけど、この前聞いたときに、馬年って言われたんですよ。でもまた厄介な、日の上馬という、かなり、なんていうんですか、我が強いっていう、我が強いって言われたんですよ。ああ、なんとなく自分ではなんか分かってたんですけど、なんか、火で燃えてるらしいです。ちなみに、さつきさんは何年ですか。さつきは犬年です。かわいい。かわいいでしょ。ワンちゃん。じゃあ、リカさんは何年ですか。ヘビーです。なんか怖かったよ、今。メデューサみたいになってた。ヘビヘビ。
あの髪の毛がヘビですからね。ヘビなんですよ、うん、ヘビ。ちょっとメデューサっぽかった。ちなみに、夏美さんは何年ですか？今年の猿です。イエーイ。猿さんいた。猿さんいた。カニだ。カニだ。言っちゃってるよ。どうする？一人の人間の中で猿カニ合戦やってる。あ、すごい。そうですね、確かに。面白い。で、それで、あの、猿カニ合戦でなんか話してましたよね。なんかどんな猿になりたいみたいな話を。カニさんいじめて喜んでるお猿さんなのか、それとも桃太郎さんと協力してね、鬼退治をする猿さんなのか、どっちがいいでしょうかって。ああ、そうか。どっちがいいか。どちらの猿さんが望ましいかって。もう、一個しかないよね、答え。あ、でも、ひねくれてる人は必ず一人はいると思うんで。結構あるじゃないですか。夏美さんはそんなね、カニに。そうですよね。かき投げるような子じゃないでしょ。うーん、うーんって。怪しい笑顔がキラリ。猫が、猫かぶってないから大丈夫か。猫が入ってないだけに、年に、うん。まさか、じゃないよね。なんかこういうの、年女って言うんでしたっけ。うん、確かに。干支の生まれの人、うんうん、そうそう。なんかあるんですか、この年男、年女とかって。いいことが起きるみたいな。厄年とかはないの？厄年なの？なんかあります？多分何歳で年を決まるんでした？なんかね、生まれではなく。厄年言うと42とか42で死人になるっていうか。あーあー、名前だ、セーフだ、セーフ。まだまだ先だからね、夏目さん。確かに。なるほど、そういうのがあるんだ。あ、でも自分全然分かんなかったな。42で42歳死に死人になる。あ、死人42って、ははこれって何か何かをなんだ、何かをしたら大丈夫みたいな感じで、うん、なんか神社だっけ、お寺とかに行くんですよ ね、 なんかね、お祓いとか、そうらしいですね、お祓いやってもらうのみたいなことを言ってましたよね。そしたら大丈夫みたいな。あ、なんかそんな感じです。清めるみたいな感じでやれば大丈夫って言うんですけど、風水で見ていただくとか。風水はちょっと違うんじゃないですかね。西洋先生術だったらあれは何になるのかしらね。あれは多分あれじゃないですか、家のことならないですか、風水って。あ、仮想とか、うん、そうね、確かになんか家具の、ね、置き場所とか、なんかそんな感じですよね、うん、やったり。確かにそういう感じでは多分あると思うんですけど、厄年か。お猿はお猿でもモンキービジネスはダメよって。モンキービジネス何ですか？モンキービジネス、あのね、あのマルチ商法とかネズミ講なんかの詐欺まがいの、ああいうのをモンキービジネスって言うんですよ。モンキービジネスは皆さんいけませんからね。関わったら大変よ、あんな撲滅運動。撲滅運動、かわいいな。さっきからもやって反省ざるなんて言ったら大変ですからね。反省ざる、まあ、反省も大事ですけどね。やった後に反省するのはちょっとまずいかなと思うんですけどね。うん、でもみんなで今年でいい年にできたらなと思うんですよ。はい、はい、なんか CM 行くらしい。お決まりのね、お願いし、時間帯がやってきましたので。そうですね、じゃあ CM です。はい、どうぞ。厄年やから言うな。言うな。今年俺厄年だから言うなって言われちゃった。これ流してる間あの曲を流してしまったら、うん、あの多分ダメになっちゃうと思うんです、うん、それで多分じゃあ CM 明けで感想販売からいきますか。販売からいきますか。協賛からいこうかな。そうだね、そうですね。協賛長いんですよね。すごいいっぱいいる。こんなにいっぱいの人に助けてもらってる。やばい、久しぶりすぎて頭が動いてないな。あれ？あ、びっくりした。びっくりした。曲が流れなかったからびっくりした。気抜いてんな。でも結構あれですね、年明けがあるじゃないですか。うん、で休み休み休みが続くじゃないですか。うんうん、で、いきなりこう、今日も突然ラジオって言われて、うんうん、あのちょっと焦ってたんで、そうですね、すいませんでした。なんか一応、
そうなんですよ。正月ボケとかっていう言葉もありますからね。そうなんですよ。そうだね、それがあるね、初期に。そこをしてるんですよね。ちょっと声大きくなったね。だからね。どうしますか、共催からお願いします。はい、はい、この番組は株式会社住太郎ホーム、はい、株式会社ビッグワン、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ハグキコー会員かっこいいかっこいいヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、はい、各社の提供でお送りしています。ありがとうございま す。イエーイ。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあさあ、イベントですよ。お告知ですよ。忘れてた、はい、忘れてた。何があるか知ってますか皆さん。わかるよ、わかるよ、わかるよ。はい、何ですか。ファーマーズ。あ、来た、来た。お、ファーマーズ。でもずく売ってるの。どこのファーマーズ。びっくりだな。昨日、羽衣のファーマーズ。もうぐちゃぐちゃなってる。もう、いっぺんに喋っちゃダメでしょ。じゃあ、ライラさんにお願いしていいですか。来たじゃあ、夏美さんにお願いします。お願いしましょう。じゃあ、夏美さんに。ノー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 ノえ、じゃあ、一応は聞いているのは、うん、今日は、ギノワンの、うん、羽衣もろも市場でファーマーズっていうんですか、はい、あちら様は、でなんか販売をしているという話を聞いたんですけど。そう、ギノワン市の羽衣市場ファーマーズでね、10時半から、何時までだったかな、はい、14時半まで販売やってますので、うちの商品のね、もずくとか、はい、キーホルダーとかの雑貨も結構売ってますので、はい、ぜひお時間のある方はお立ち寄りください。お願いします。結局、行っちゃったよ。結局こうなるよね。じゃあ、最後に一人ずつ感想を聞いて終わりますか。はい、じゃあ自分何の感想以外で。今日の感想とかですよ。新年一発目のね、ラジオどうでしたかっていう感想を一つずつ、はい、お願いしますよ。はつきか。はい。好きよね。はい。ちょっとゆったりしてるね。ゆったりでいいんですよ。ゆったりでいいんですよ。ちょっとまだボケてるね。ボケてるね。うん。正月ボケだね。そうそうそう。仲間がいたよかった。安心。それが感想かな。これ感想なの？感想って自分の今の気分？じゃあちなみにリカさんは、今日の感想は？そうですね、はい、今日久々のラジオだったんですけれども、はい、とても楽しめてよかったです、はい、よかった。ありがとうございます。夏美さんは今日はどうでしたか。はいなんか小学生みたいになってた今かわいい夏美はじゃあお願いします。はいとても心臓がバクバクなんかレベルまでなんか一年生になっちゃった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいのかこれまあいいんじゃない。なんかあれだね、くくるばのあれが出てるね、なんかオーラがねみんなのゆったりゆったりオーラさんがいい感じ、うん、自分の今日の、感想は楽しかったです。小学生が言う言葉ですね。もしかしたら幼稚園かも。幼稚園生と同じぐらいかもしれないって思う時があるよ、時々自分の。なんかね、5歳児と同じこと言ってるもん。5歳児怒られるもん。なんかね、同じなんていうのか、突っ込まれたりする。うんうん、まあ、皆さん楽しんだ、楽しめたということで、はい、楽しかったですね、うん、じゃあ鈴鹿さん最後のお願いします。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、ファックスは 098-943-0094。 このままお相手はって言っちゃったら寂しいのかな、大丈夫ですか。あと20秒。じゃあお相手は鈴鹿とさつきと宮地理香と夏美とよぎでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。